皆さんこんにちは、アナウンサーの高橋春奈です。放送大学のさまざまな情報をお届けする番組キャンパスガイド、おなじみマナピーと一緒にお届けしていきます。では今日お伝えする内容です。キャンパスチェックは教養学部ガイドをお送りします。放送大学で学んでみたい、詳しく知りたいと考えている皆さんに向けて、放送大学の教養学部を詳しくご紹介します。コラム OUJ は人間と文化コースの近藤重和特任教授、専門は日本中世史古文書学です。コラムのテーマは古文書を見る楽しみ。古文書は読むだけでなく、物として見ることでもさまざまな発見ができるというお話をしていただきます。ではキャンパスチェックです。放送大学では6月10日から2024年度10月入学生の募集が始まりました。そこで今回は放送大学への入学を検討されている皆さんへ、放送大学教養学部のガイダンスをお届けします。放送大学はさまざまな人たちが場所や時間を選ばずに学ぶことのできる通信制の大学です。どのような目的を持って、どのように放送大学で学んでいるのか、学生の声とともにお送りします。それではマナピーと一緒にお届けしていきます。マナピー一緒に行きますよ。キャンパスチェック。放送大学では現在およそ8万5000人が学んでいます。年代では下は10代から最高齢は100歳と幅広く、会社員や看護師、定年退職を迎えた方、自営業、専業主婦などさまざまな職業の方が在学しています。学ぶ目的は、30代から40代の会社員、看護師など現役世代は仕事のキャリアアップが多く、定年退職や子どもが独立したシニア層では余暇時間の活用など実に様々です。心理学を学びたくて来ました。あまりお金がないので、そのなんていう、そのお金がなくない人にとっても優しい学費といいますか、そう、手が出しやすい価格で学べることができるのが一番大きな理由ですかね。働きながら勉強できる点ですとか、場所や時間を選ばず授業を受けられるというのが面白い、魅力的だなと感じて入学しました。続いて放送大学の学習スタイルをご紹介します。放送大学では大きく分けて3つのスタイルで授業を受けることができます。 BS 放送やインターネットで学ぶ放送授業、インターネット上で全ての学習を行うオンライン授業、講師から直接指導を受ける面接授業です。では放送授業から詳しく見ていきましょう。放送授業はテレビ、ラジオ合わせておよそ300科目、毎年新しい授業が追加され幅広い学びの世界を提供しています。放送授業は各科目ごとに用意されている印刷教材と呼ばれるテキストを使って BS 放送やインターネットなどで学習を進めます。1学期は4月1日から、2学期は10月1日からです。学生は週に1度、1回45分、15回で完結する放送授業を受講します。授業開始から2ヶ月後に前半の一定範囲から出題されるのが通信指導です。期間内に回答し合格することで単位認定試験の受験資格を得ることができます。単位認定試験は主にウェブ受験方式で行われ、学生には試験の成績と単位習得状況が通知されます。2つ目はオンライン授業です。
オンライン授業はオンデマンド方式で、好きな時間に好きな場所でパソコンやモバイル端末などを使い、すべての学習をインターネット上で行います。印刷教材はありません。小テストやディスカッション、レポートなどの課題をオンラインで提出することで成績評価を行います。こちらは教養学部のオンライン科目、官民の人的資源論です。我々が仕事をする上で大切な資源は設備や資金のみではありません。現代では人が最も大事な要素です。組織の経営運営の中でどのように人を管理するか、大組織になるほど工夫が必要です。この科目では大きな公的組織や民間企業を比較しながら、長期雇用の中での人事管理について学びます。第5回授業では人材の多様化や働き方改革といった近年の官民共通の重要課題について取り上げます。組織外部の人との共同により新しい社会的価値を生み出すことを目指した働き方の工夫の事例も紹介しています。また2022年度から本格的に始まった新しい授業スタイル、ライブウェブ授業も行っています。これは Zoom を使い、従来のオンデマンド方式ではなく、指定された日時に同時双方向で行われます。自宅にいながら学べ、その場で講師に質問することもできます。3つ目は面接授業です。面接授業はいわゆるスクーリングで、全国57カ所にある学習センターサテライトスペースで、それぞれの地域の特色を生かした面接授業が開講されています。こちらは2023年6月に山梨学習センターが行った面接授業、ワインの基礎知識です。ワイナリーの数日本一を誇る山梨で行われたこの面接授業。1日目は座学で、原料のブドウ、アルコールを作る酵母などワインに関する基礎知識を学びました。2日目は講義とフィールドワーク、研究施設の見学やテイスティングの体験実習などが行われました。自分がどんなワインを飲んでるのとか、そういうことも分かって、なんとなく飲んでたワインがこう点と点が結びついたみたいな、はい、線になってきた感じがして、とても良かったです。それぞれの地域にそこで活躍されている先生方に直接教えていただけるっていうところがありがたいと思ってるし、とても魅力的です。さまざまな授業スタイルで学べる放送大学。自分のスタイルに合った学習ができる一方で、一人で学習を進めることに戸惑うケースもあります。そんな学生の力となるのが、学習センターと学生サポートセンター室です。全国57カ所に設置されている学習センターとサテライトスペース、放送授業の閲覧や図書館の利用など、学習のサポートに加え、学生団体活動などを通して学生同士の交流も盛んに行われています。窓口では学習相談も受け付けており、学生の不安や悩みに教職員が相談に乗っています。学生サポートセンター室は電話による問い合わせを受け付けています。学生からは学び方や各種手続きなど多岐にわたる問い合わせがあります。また学生だけではなく、入学を考えている一般の方へ出願票の書き方などのサポートも行っています。学習センターやサテライトスペース、学生サポートセンター室では、学生や入学希望者一人一人の声を聞き、
それぞれに合った解決策を導けるようサポートを行っています。ここまで放送大学で学ぶ目的や多様な授業スタイル、学びをサポートする体制などをご紹介しました。さまざまな人が多彩な方法で学んでいて、通信制大学の特色が見えてきましたね。では続いて学生の種類や在学期間、学費などについてご案内します。教養学部の学生には学位取得を目指す全科履修生と、資格取得やキャリアアップを目指す専科履修生、科目履修生があります。まずは全科履修生から見ていきましょう。教養学部には実生活に即した幅広い分野の6つのコースがあります。生活と福祉コース、心理と教育コース、社会と産業コース、人間と文化コース、情報コース、自然と環境コースです。全科履修生はこの6つのコースから1つを選択し、所定の期間在学かつ所定の単位を習得することで学位を取得することができます。大学の卒業資格を取得するだけではなく、全科履修生はさまざまな声に対応しています。続いて専科履修生、科目履修生です。専科履修生と科目履修生は好きな科目を選んで学習することができ、さまざまな資格取得やキャリアアップを目指す人に向いています。放送大学で習得した単位で目指せる資格はご覧の通りです。現職教員の方を対象とした資格では所定の単位を習得することで上位の免許状や特別支援学校教諭免許状、司書教諭などの資格を目指すことができます。看護系の短大を卒業するなどの基礎資格を所持している方は、大学改革支援学位授与機構の学位授与制度を利用した学士看護学の学位取得、准看護師の方で看護師国家試験の受験資格を目指す方は、通信制の看護師学校養成所の卒業単位の一部に放送大学で習得した単位を活用することができます。心理学に関する資格です。認定心理士は資格取得に必要なすべての単位を放送大学で習得することができます。公認心理士は学部段階の対応カリキュラムを開設していますが、学部段階での要件を満たすだけでは公認心理士の受験資格を得ることはできません。その他、放送大学で習得した単位を活用して目指せる資格には、学芸員や社会保険労務士、保育士などご覧のようなものがあります。目的に応じて選択できる放送大学の3つの学生種は、在学できる期間や入学料が異なります。ではそれぞれをご紹介しましょう。全科履修生の在学期間は最長10年間、入学料は24,000円です。専科履修生の在学期間は1年間、入学料は9,000円です。科目履修生は半年間在学することができ、入学料は7,000円です。1科目から学べるので、お試しで入学したい方に最適です。入学料のほかに授業料が必要です。授業料は全科履修生、専科履修生、科目履修生とも共通で1単位あたり6,000円。全科履修生が卒業までにかかる学費は、卒業に必要な124単位分の授業を受講した場合76万8千円となります。また教養学部に入学試験はなく、書類による選考のみで入学することができます。
放送大学の教養学部ガイドをご覧いただきました。いかがだったでしょうか。さまざまな分野を学べるだけではなく、目的に合わせて在学期間なども選択できるというのが魅力的でしたね。放送大学は学位の取得やキャリアアップだけではなく、興味を持ったことを学んでみたい、もう一度学び直したいという皆さんにも開かれた大学です。ぜひ放送大学で学んでみてください。お知らせです。放送大学では現在10月入学生を募集しています。出願はインターネットまたは郵送で受け付けています。10月入学生の第1回出願締め切りは8月31日土曜日です。資料の請求は無料です。詳しくは放送大学ウェブサイトをご覧ください。ここまでキャンパスチェックのコーナーでした。続いてはコラム OUJ。 このコーナーでは放送大学の専任教員がテレビの前の皆さんに向けて一つのテーマで語ります。今回登場するのは人間と文化コースの近藤茂和特任教授。専門は日本中世史古文書学です。日本の中世、特に鎌倉時代の政治史の研究に取り組んでいます。近藤先生は人間と文化コースのテレビ科目、古代中世の日本や歴史の中の人間などで主任講師を担当しています。コラムのテーマは古文書を見る楽しみ。書かれている内容を読むのではなく、古文書をものとして見ることで歴史の新たな面白さを発見できるんだそうです。では近藤先生お願いします。皆さんこんにちは。人間と文化コースの近藤茂和です。今回のコラム OUJ は古文書を見る楽しみと題してお話ししたいと思います。古文書というのは文字が書かれているわけですから、文字で何が書かれているかということを読み取るのが普通です。しかし今回古文書を見る楽しみと題したのは、古文書に書かれている文字を読み解くのではなく、物として古文書を観察する楽しみをお伝えしたいと思ったからです。私は今山形県酒田市の本間美術館にお伺いしております。ここには北信濃の武士市川氏に伝来した市川文書が所蔵されています。実は2022年に制作した16番目の授業、日本史資料を読む北条義時の手紙のために市川文書を拝見しました。その時気になっていながら16番目の授業で取り上げられなかった問題を検討させていただくために再びお伺いしたわけです。16番目の授業でも取り上げたのですが、市川文書の中に木曽義仲とあの禅城の文書が伝わっています。あの禅城は源頼朝の弟義経の兄にあたる人物ですね。義仲の文書にも禅城の文書にも紙の端っこの裏側に墨付けがあります。どうやら花王の残閣のようです。これが気になっていて今回改めてこちらにお伺いしたわけです。紙の端っこの裏に花王があるというのは、これが継ぎ目裏花王であることを予想させます。継ぎ目裏花王というのは、紙を貼り継いだ時その継ぎ目が間違いないことを証明するために継ぎ目にかけて書いた花王のことです。
現在でも契約書の閉じ目に割印を押すことがありますが、それと同じ機能を持つものです。あの禅嬢の文書が2通、寿永2年12月7日のものと寿永3年3月6日のものがあるのですが、寿永3年のものの左端の裏にある花押の残角と寿永2年のものの右端の裏にある花押の残角がどうも接続しそうです。現状は寿永2年のものが右、寿永3年のものが左に貼られているのですが、継ぎ目裏花押が書かれた時には現状とは逆に寿永3年のものは右に、で寿永2年のものは左に貼り継がれていたと思われます。現状は右に古いものが、左に新しいものが貼られているのですが、継ぎ目裏花押が書かれた時には順番が逆だったということになります。ある土地の権利に関する文書を貼り継いだ文書のことを手継ぎ検問というのですが、手継ぎ検問は左に古い文書、右に新しい文書を貼り付くのが普通なんですね。これは何枚も貼り継いだ文書は左から折りたたんだ状態で保存するので、右側が一番外側になります。文書を参照するとき、一番新しい文書から遡って参照することになりますから、一番新しい文書が一番外側にあるのが合理的なんですね。そうすると現状では一番右に貼られている一番古い文書が、かつては一番左、折りたたまれた状態で一番奥にあったということになると思います。一番古いのが花押2年1170年の文書ですから、おそらくこれが一番左にあって、その右に貼り継がれていたのが治承4年1180年の木曽義仲の下し文ということになると思います。この文書の右端に貼り継がれていた隣の文書の紙が残っています。おそらく現状の形に仕立て直した時に継ぎ目裏花押の全体を残すために隣の文書の紙を少し含めて裁断したのではないかというふうに思っています。この文書の右に貼られていたと思われるのが寿永2年のあの禅嬢の下し文、したがって義仲の下し文の右端に少し残っていた紙は本来あの禅嬢の下し文のものだったということになります。寿永2年の禅嬢の下し文の右に寿永3年の禅嬢の下し文が貼り継がれていたと思われますが、寿永3年の文書の右端にも継ぎ目裏花押の残角がありますから、この文書の右にもさらにもう一通別の文書が貼り継がれていたことになります。この文書に次いで古いのが建久3年1192年の将軍家万所下し文なので、この文書自体には継ぎ目裏花押の残角が見られないのですけれども、あるいはこの文書が貼り付かれていたのかもしれません。さてこの継ぎ目裏花押が誰のものかというと、同じ花押が建長元年1249年の文書に見えます。社見妙蓮と署名しているのですが、中野義成という武士の出家後の名前です。中野義成は鎌倉幕府2代将軍源頼家の側近として活躍したことが吾妻鏡に記されているのですが、吾妻鏡によると建仁3年1203年に頼家が失脚したことにより義成は召し捕らえられ所領を没収され流罪になったことになっています。ところが吾妻鏡に義成が召し捕らえられたと記されている9月4日の日付で、北条時政が義成を本所に安堵した文書がこの市川文書の中に残されています。これがその文書です。この文書は紙を小さく切って書かれていますが、おそらく時政はこの日同様の文書を大量に作成したのでしょう。そのために紙を小さく切って使ったのだと思われます。
中野義成は頼家が失脚した建仁3年1203年以後40年以上も生き延びていたのですね。そして所領を子孫に伝えるとともに、所領に関して先祖から受け継いだ文書を古いものから新しいものへと貼り継いで、その継ぎ目に自分の顔を描いたのだと思われます。こういう推論をするのに、文書に書かれた文字を全然読んでいないというわけではありません。しかし文字で書かれた内容を読んだだけではわからないことでもあるわけですね。石川文書は長野県立歴史館によって全巻の複製が作成されているのですけれども、その業務を担われた井原けさおさんによって石川文書の原本観察に基づく詳細な研究が発表されています。今回井原さんのご研究にも触発されて、改めて本間美術館にお伺いして石川文書の原本を見せていただきました。文字面だけではわからない、文書の形の観察からわかる歴史を垣間見たつもりなのですが、いかがでしょうか。それでは今回のコラム OUJ を終わりにします。いかがだったでしょうか。古文書を読むのではなく見る、少し視点を変えると違う歴史が見えてきて、当時の人々の思いをより知ることができましたね。では近藤先生から、放送大学で学ぶことを考えている方へメッセージです。放送大学では放送教材の特性を生かして、個人ではなかなか経験することの難しいことを映像を通して疑似体験していただきます。また全国50の学習センターが企画している面接授業には、その地域ならではの貴重な体験機会を提供するものがあります。そういう機会をぜひ生かしていただきたいと思います。しかしそれは学びの入り口でしかありません。興味を持ったことがあれば、それを自分で調べるのが本当の学びです。放送大学に入学すれば、放送大学の図書館を利用できるだけではなくて、放送大学の図書館を窓口として全国の大学図書館の蔵書を利用することができます。そういう利点を生かして、ぜひご自身の学びを進めてください。それでは最後にキャンパスインフォメーションです。放送大学では2025年4月に入学する大学院修士全科生、博士全科生の出願受付を来月8月に予定しています。修士の学位取得を目指す修士全科生の募集人数は500人、筆記試験と面接諮問があります。出願はインターネットまたは郵送で受け付けます。出願書類などは大学ウェブサイトからお申し込みください。博士の学位取得を目指す博士全科生の募集人数は15人、筆記試験と面接諮問があります。出願受付は郵送のみとなりますのでご注意ください。出願期間は8月15日木曜日から26日月曜日消印有効です。修士全科生、博士全科生の出願機会は年に一度です。出願をされる方はご準備などをお願いします。詳しくは放送大学のウェブサイトをご覧ください。放送大学キャンパスガイド、今回は教養学部ガイドをご紹介しました。そして人間と文化コースの近藤重和特任教授のコラム OUJ をご覧いただきました。番組ではこれからも放送大学のさまざまな取り組みについてお伝えしていきます。ぜひまたご覧ください。それではマナピーと一緒にお別れします。さようなら。